今日は日本で最も有名な昔話の一つである「桃太郎」を使って日本語でしゃべる練習をしていきましょう最初は物語を英語の字幕解説付きでお楽しみくださいその後発音練習 ボキャブラリーと続い,ていきますではさっそくはじめましょうむかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんがいましたある日、おじいさんはやまにたきぎをあつめにおばあさんはかわへせんたくにいきました おばあさんがかわでせんたくをしているとおおきなももがどんぶらこっこどんぶらこっことながれてきましたおばあさんはそのももをいえにもってかえりましたおじいさんとおばあさんがテーブルのうえできろうとすると その桃がパーンとひらき中から元気な男の子がとび出てきました。子どものいなかったおじいさんとおばあさんは大変よろこんでその子を桃から生まれた桃太郎となづけることにしました。桃太郎は もりもりたべてすくすくとそだちましたそして3さいになるころにはおとなとおなじくらいつよくなりましたむらではそこにまいばんのようにあらわれてぬすみをはたらくおににこまらされていましたももたろうは そのおにをたいじするためにおにヶ島へいくことにしましたおじいさんはももたろうにカラフルなコスチュームをおばあさんはきびだんごをつくってあげましたももたろうはおにヶ島にむかうとちゅうでいっぴきのいぬにであいました ろうさんももたろうさんあなたのきびだんごをひとつわけてくださいそうしたらいっしょにおにをたいじにいきますからといぬはいいましたそこでももたろうはいぬにきびだんごをひとつわけてあげましたつづいてさると 記事にいました。そしてきびだんごをひとつずつあげるかわりにみんなでいっしょにおにたいじにいくことになりましたももたろうたちがおにがしまにつくとおにたちがえんかいをしているところでしたももたろうは 鬼たちにとびかかりボコボコとなぐりつけましたつづいて犬が鬼たちにかみつき猿がひっかききじがつつきました「さあもうわるいことをやめるか」と桃太郎がいいました。 はいはい悪いことはもうしません鬼は降参しました桃太郎は鬼から取り戻した宝を持って帰りおじいさんとおばあさんと一緒に幸せに暮らしましたでは次は。 話し言葉の練習をしていきましょう文章を細かく区切って読んでいきますナレーターが読み終わった後に続けて声に出して読んでくださいこのビデオを電車やバスの中で見ている人もいるかもしれませんが実際に口を動かすのと 動かさないのとではその差は歴然ですですのでぜひ参加してみてください昔々、あるところにおじいさんとおばあさんが。 むかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんがいましたむかしむかし あるところにおじいさんとおばあさんがいましたある日、おじいさんは。 やまにたきぎをあつめにおばあさんはかわへせんたくにいきました。 ある日、おじいさんは山に焚き木を集めにおばあさんは川へ洗濯に行きました。 ある日おじいさんは山に焚き木を集めにおばあさんは川へ洗濯に行きましたある日 おじいさんはやまにたきぎをあつめにおばあさんはかわへせんたくにいきましたおばあさんが 川で洗濯をしているとおばあさんが川で洗濯をしていると。 おばあさんがかわでせんたくをしているとおおきなももがどんぶらこっこどんぶらこっこ とおおき,きなももがどここ「どんぶらこっこどんぶらこっこ」とながれてきました。 おばあさんはそのももを家に持って帰りましたおばあさんはそのももを家に持って帰りました おばあさんはそのももを家に持って帰りました。最後にボキャブラリーです。今回の話の中で覚えておきたい言葉を取り上げていきます。ここでもナレーターの後に続いて。 声に出して発音してみましょうおじいさんおばあさんおじさんおばさん山川 ももいぬさるおにせんたくむらいくもつする。 言う大きい小さい悪い良い日本人との触れ合いや誤解を避けるためにも日本の文化や生活の実態を紹介している私たちの別チャンネルも ぜひご覧ください詳細欄にある URL をクリック。